この本能寺にて信長を倒し、俺が乱世を終わらせる。な、続け。一兵たりとも取り逃がすな。包囲の完成を急げ。見えた。現れた。十分。だが、やすやすと撃たれる信長ではない。我らが殿を支え抜く。殿の本懐を我らの本懐となせ。織田と明智もろともに焼き尽くせとのことだ。遠慮なく火矢を食らわせてやれ。見えた。他人だと。奴らがなぜここに。まさか桃地は未だ生きているのか。この日明智勢によるものではあるのに、どうやら横槍が入ったよ。光秀様の道は我らが開かねばな。敵は払えた。ならば次だ。門は閉ざされ燃え盛っているが、なすべきことのためならば俺は。超えるか、十分。その息やよし。見えた。討ち死に。討ち死に。討ち死に。なんと目覚ましきご活躍。邪魔しようったってそうはいかねえ。明智光秀、お前はここで死にな。出ろ。一、やはり生きていたか。出ろ。信長を倒すのはお前ではない、この俺だ。横槍は伊賀衆。サンダー、執念深い男よ。伊賀人が出てきた今、我らにも猶予はない。全軍寺になだれ込み、迅速に勝負を決せよ。開門。見えた。ヤスケ、俺は一度引く。ここはお前に任せたぞ。じゃあな、せいぜいあがけよ。待て。逃げ足の速い。信長ならば桃地とてたやすく退けよう。謀反人どもめ、信長様には指一本触れさせるぞ。開門。敵の息に飲まれてはならない。必ず戦線を維持するのだ。貴様、なぜこのような真似を。討ち死に。信長に寄り添い歩むだけでは乱世は終わらない。それが俺の答えだ。信長様、弥助が支えます。皆さん、敵の進軍止めてください。起点救援攻。
援救援軍織田も明智も残らずこの地で打ち滅ぼすのだ。俺の邪魔はさせない。再び滅ぶ伊賀忍団よ。ここで押し負けるようでは信長は撃てない。さらに突き進むぞ。我らも味方の奮戦に応えるぞ。ではここだ十兵衛、どこからでもかかってくるがよい。返してくれ。単身現れるか信長。つくづく大胆不敵な男だ。殿の行く道阻ませはせぬ。我ら伊賀人を泳がせたことを悔やんでももう遅い。十兵衛光秀が、あなたを撃って乱世を終わらせる。名乗りのくどさはついに変わらずか。よかろう。ならばその覚悟を示せ。信長様、とても驚きです。それなら、ヤスケもやります。皆さん、集まって信長様、お守りをしましょう。信長様、お下がりください。この場はヤスケにお任せを。開門出ろ。ヤスケか。十兵衛よ、一旦勝負はお預けだ。返し取れなかったか。次の機会は必ずやものにせねば。明智の夫人、乱れてます。隙をつきましょう。皆、心してかかるのだ。ここを越えねば信長には届かぬ。一災いはうがった。これにてたやすく進めよう。伊賀人にも織田勢にも隙にはさせない。寺の要所を抑えろ。父上をお守りしなくては。皆の者、急ぎ火星に向かうぞ。返してみよう。応援か。奴らを本能寺へ近づけては俺たちの旗色が悪くなりかねない。父上への恩を仇で返すとは許せぬ。信長を討てば見えた。遅からず仇討ちが来よう。先を見据える。今は味方の被害を抑えねば。その刃、すべては破壊のために。はい、そう。父上のため、負けられぬ。見えた。お役に立てなんだか。打ち切り。武装の刃、すべては破壊のために。打ち死に。任されよ。お命ちょうだい。父上、どうかご無事で。打ち死に。おら、
すべてはなすべき正しきのため。誰であれ、俺を阻む者は切り伏せるのみ。ヤスケ、まだ負けることできません。たやすきことだ。討ち死に。お命ちょうだい。討ち死に。討ち死に。ガチ抜く。討ち死に。待てよ。信長様、お逃げください。討ち死に。任せ。見えた。討ち死に。見えた。敵の主力は蹴散らしたか。ならば残る将は信長のみ。早く来い。中兵衛、開門。そこか信長。待っていろ、すぐに向かう。敗北条件変更。見えた。殿、それがしがついておりまする。どうか心置きなく本懐を遂げられよ。討ち死に。全て壊そう。討ち死に。討ち死に。ダメだ、ミジンデさん。おやじと戦わないでくれ。閉門。見つけ。お前はやはり信長のもとへ。すまない、道を開けてくれ。見つけ。やはりとどまっていたか。親父と光秀さんが争うなんておかしいだろう。こっから先には行かせねえぞ。閉門。親父には指一本触れさせねえからな。討ち死に。どうや。うがち討ち死に。討ち死に。そろそろ潰し果てよ。まだ引けねえ。そろ潰しを追い出せ。討ち死に。隙を見せた。くっそ、これがあんたたちの覚悟ってわけか。開門。決着をつけるぞ、信長。ようやく乱世が終わるのか。信長を討って、それで、いや、おそらくそれではまだ。今しばらく歩みを止めるいとまはないな。座教はもう十分。決着をつけるぞ、中兵衛。望むところ必ずやこの手で壊そう。あなたを撃つ。俺を撃つのは貴様にあらず。返して。邪魔だですが、倒すのみぞ。よいぞ、中兵衛。だがそれ式の刃では長は倒せん。討ち死に。乱世を壊し尽くすため、乱世の象徴たるあなたを倒す。これが俺の出した答えだ。
それでいい。親父！うん、乱世は終わる。新しき世はお前が見届けよ。信長様から明智殿に。これは左文字。我らの誓い、必ずこの手で。